文部科学省は同じ市町村内の学校などで新型コロナウイルスへの感染が確認された場合感染者がいない学校でも休校などを検討するよう全国の教育委員会などに要請する方針を明らかにしました。 例えば、A という学校では感染者いないけれども B という隣の学校である場合にこういった場合に思い切ってその1つの市、あるいは町を学校ごとお休みにするということも1つの選択肢に入れてほしいと連絡したと思います。萩生田大臣はこのように述べ同じ市町村内にある学校や大学などで新型コロナウイルスの感染者が出た場合感染者がいない他の学校に対しても 休校や学級閉鎖を検討するよう、教育委員会などを通じて要請する方針を明らかにしました。この要請は専門学校なども対象としています。文科省は全国のすべての学校や大学などに対して教授に通達する方針です。